はい、ではバックサイドのノーズプレスをハウトゥーしようと思います。まあアプローチはバックサイドの50と全く一緒でちょい斜めに入ってきます。で、基本僕がすごい意識してるのはこのインのところで、ノーズプレスをかけに行くときに自分の体が前に行くような感じではなく、ちょっと前に行くんだけど板をこうずらすような、こうじゃなくてこう板をひゅちょっと後ろに下げるような、であんまレールの近くを見るんじゃなくて、ほんとレールはアウトの方先を見るようなイメージでやってます。これでやると体でグッていくんじゃなくて、分かりやすくやると下げて、そうすると前足のところに自分の軸ができて、ベースがグッ浮く状態になるんで、入りカットとかはバックサイド50とかと一緒なんだけど、もう乗る瞬間がこのプレスに切り替えるっていう、ただそれだけなんだけど、それを感覚をつかむためにフラットや、ボックスでこのプレスマニュアル覚えると楽にできます。で、まあ、フロントサイドも全く同様、ただ単にインがフロントになるかバックサイドになるかっていうだけです。なんで、まあ、これも結構みんなフロントの方が得意って人多いかな。なんで、まあ、自分がやりやすいなって思う方をチャレンジして見つけてみてもいいんじゃないかなと思います。